いやー、これは本当に嬉しい情報ですね。はい、ということで本日はですね、鬼滅の刃柱稽古編に関する、最新情報をお届けしていきたいなと思っております。で、本日更新された情報がですね、ジャンプフェスタに関する情報なんですけども、こんな感じで、以下の情報が更新されましたと、いうことで、ジャンプスーパーステージに関する、お知らせがね、なんとさらに更新されておりました。で、見てみるとですね、このジャンプスーパーステージブルーの方にて、なんと鬼滅の刃がね、参戦ということなんですが、本日なんとステージプログラムが解禁されておりました。さあ、そしてそんな鬼滅の刃がですね、なんと、この12月の16日の土曜日の10時45分から11時15分の30分間にわたってね、ステージが繰り広げられるみたいでございますね。はい。で、今回ですね、なんと出演者がかなりヤバくてね、本当に嬉しい情報だったんですけども、そんな出演者、見ていきましょうかということで、こちらでございます。さあ、なんとね、一番右側に、見えてはいけないものがね、見えてしまっているんですけども、一人ずつ、左側から見ていきましょうか。ということで、まずはですね、花井夏樹さんでございます。さあ、こちらの方はですね、かまど炭治郎役でおなじみの、花江さん、いつもジャンプフェスタにいらっしゃるんで、今回もいるかなっていう感じなんですけども、続いてが川西健吾さんと、いうことで、こちらはですね、時任無一郎くん役で、おなじみの、方ですね。はーい。で、続いてが、花澤香菜さんと、いうことで、甘露寺蜜璃役の、花澤香菜さんですね。さあ、ここまで見てみると、花井夏樹さん、川西健吾さん、花澤香菜さんとね、刀鍛冶の里編のね、ステージなのかなと思うんですけども、なんと今回は柱稽古編のステージが確定ということで、早見沙織さんがね、なんと今回いらっしゃいますという感じで、なんと胡蝶しのぶ役のね、早見沙織さんが今回この鬼滅の刃のステージではなんと出演が決定、いたしました。いやー、これは本当に嬉しいっすね。いや、胡蝶しのぶ役の、早見沙織さんがね、なんと今回登場ということで、柱稽古編がね、もう確定なんですよね。そしてそんな、虫柱胡蝶しのぶはですね、なんと柱稽古編、そして無限城編がね、メインのキャラクターですので、やっぱり今回のステージで登場したというのはね、柱稽古編のね、最新情報が、解禁されるからなんじゃないかなと思いますね。はい。で、今回、なぜ、早見沙織さんが登壇なのかと、いうことなんですけども、桜井孝宏さん、富岡義勇役の、桜井孝宏さんではなく、なぜ早見沙織さんがね、登壇なのかと、いうことなんですけども、その理由がね、ちょっと私わかりまして、それがですね、鬼滅の刃、外伝アニメ化がね、かなり有力となってきましたね。なんとですね、外伝の方では、富岡義勇外伝の方で、なんとね、胡蝶しのぶさんの登場が、かなりあるんですよね。はい。そちらでのね、やっぱり登場が多いということで、早見沙織さんが、今回来るんじゃないかなと思っております。で、そして煉獄外伝の方では、花澤香菜さん、そう、甘露寺蜜璃さんがね、なんと登場ということなので、この二人がいる理由っていうのが、かなり明確にね、なってくるんですよね。はい。そんな感じでね、外伝のアニメ化がね、なんと裏で進行しておりまして、その発表と同時に、このメンバーがね、呼ばれたんじゃないかなと思いますね。はい。では、一体ですね、なぜ、日野聡さん、そして富岡義勇役の、桜井孝宏さんが、今回来ていないのかと、いうことなんですけども、まず日野聡さんはですね、煉獄杏寿郎役の日野聡さんはですね、柱稽古編にそもそも登場しないからっていう理由がね、ありますね。で、そして、桜井孝宏さんの方は、事
件を起こしていることもありますし、まあ、他のステージでも、桜井さんの登壇っていうのがなかったので、まあ、呪術廻戦とかでもなかったので、まあ、スケジュールがね、そもそも合わなかったっていう可能性はありますね。はい、ということで、まあ、今回桜井さんがスペシャルゲストとして、まあ、当日にね、登場する可能性っていうのもあるんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、柱稽古編からは、まあ、早見沙織さん、花澤香菜さん、そして川西健吾さんが柱役としてね、登場するみたいでございますね。いやー、とっても嬉しい情報でございますよ、これは。ジャンプフェスタでね、柱稽古編の最新情報が、まあ、解禁確定じゃないかなと、まあ、私思っているんですけども、まあ、前年のことを考えると、まあ、おそらくなんですけども、まあ、12月のこのジャンプフェスタよりも前に、本格的な情報が解禁されて、まあ、このジャンプフェスタでは、そういった情報をもとに、お話を繰り広げる、みたいなですね、ステージとなってくるんじゃないかなと思っております。まあ、去年の傾向を考えると、まあ、12月の頭に、放送日、主題歌、まあ、その他情報が解禁されましてですね、まあ、このジャンプフェスタではその情報をもとに、まあ、裏エピソードとか、あとは刀鍛冶の里編のお話とか、まあ、柱稽古編の最新情報についてね、振り返るみたいなね、まあ、ステージとなってくるんじゃないかなと思います。さあ、そんな感じで12月はね、まあ、かなり激アツと、まあ、なってくるでしょう。はい、ということで、まあ、今回はそんな感じの動画でした。さあ、それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。うっぷ